タッフさん、一体何事だよ。おいおいおい、嘘だろ、カリのお店が倒れちゃってるよ。カリか、カリか、ごめんだね。チャイちゃん、何があったんだよ。カリンちゃんのお店を修理してたらね、倒れてきたんだよね。そうだったんだよ、チャイちゃんが無事でよかったよ。本当はお酒がないかなと思って棚の上に軽く手をかけたらお店ごと倒れてきたということはカリンちゃんには言えない、言えないよね。チェイちゃん、もうちょっと頑張って、今スタッフさんが救助するよ。ありがとうだね、スタッフさん、早く。おお、いいじゃないかみたい。おお、家で富士急よいしょだね。